はい、こんにちは、まーんチャンネル前原です。今日はこちらですね。うん、宇宙戦隊キューレンジャーのキュータマシリーズデラックスキュータマセットジェルさんです。すでに登場してるね、これ。うん、イテキュータマとヘビキュータマが入ったセットになりますね。うん、早速開けていきましょう。はい、よいしょ。はい、開けて、よいしょ。はい、はい、こちらがイテキュータマですね。はい、パワースライドお願いします。はい、おお、ちゃんと弓矢になったね。うん、そして番号は35番ですね。はい、はい、続いてこちらがヘビキュータマですね。ママストライドお願いします。うん、よいしょ。はい、これで、あ、ヘビになったね。本当だ。そして番号は16番ですね。はい、ではセーザーブラスターで聞いてみましょう。はい、じゃあ番号下からヘビキュータマから。はい、お願いします。ヘビ言わないですね。はい、召喚。はい、ゴーデルルルルルルルだって。ジットキング。はい、では次は特殊。これちょっとあれでね、こうカクッとなるね。カクッ。必殺。ドゥルルルルルルルはなんないんだよ、ここは。そうだね。続いてイテキュータマ。はい、お願いします。ゴー。イテキュータマチェンジ。イテなんないね。なんないですね。はい、ゴー。あー、なんか放ったね。うん、弓矢放ちましたね、これ。はい、ドキング。特殊攻撃。必殺。では秘密のマーク見ていきましょう。はい、じゃあいきます。はい、ヘビのマークかな。そうだね。続いてイテキュータマ。矢のマークだね。そうだね、矢が飛んでるマークでしたね。はい、はい、それでですね、うん、あのキュータマなんだけど、はい、もうどんどん増えてくるじゃん。うん、で我が家ではですね、こういうのに入れてます。はい、これね、実はすごいぴったりなんだよ。うん、何かというとですね、あのレゴのアドベントカレンダーが入ってた箱の中、はあ、この中にレゴのアドベントカレンダーが1袋ずつ入っててね、うん、1日から24日まで、はい、これにね、キュータマがもうすっぽりぴったり入るんですよ。うん、これが嬉しいね。そう、もう本当にぴったりだから、これはいつもこういう風にうちは揃えてます。皆さんはどういう風にキュータマ管理してますか？知りたいですね。うん、これ増えていくとね、本当大変だからね。はい、うん、これはこれ以上に絶対になっちゃうしね。うん、もしあのおすすめの収納方法などありましたら教えてください。はい。
はい、ということで今回は宇宙戦隊キューレンジャーのキュータマシリーズデラックスキュータマセット03でした。はい、ということで今日の動画面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価お願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、それとチャンネル登録もよろしくね。よろしく。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。